皆さん、こんにちは。こんにちは。前回の続きで、強制トライフェイスをやっつけちゃいます。まだやってたんか。安全策にしたんか。一回間違えてから、安全作業に戻しました。アホになってくると、操作を間違えちゃいますからね。そりゃそうだ。作業は、安全作業の方がいいですね。全員がようジャンクションしとけば、間違いが起こりませんからね。最後の一匹を片付けました。意味あったんか。あったと思いたいですね。作業が完了しました。終わったんか、気違いだな。予定時間通りでした。リマスターは3分の1の時間で済みますね。3分の1でもやらんだろ。ここでやらないと、もっとアホになりますよ。では、進めてアルテマウェポン戦の本番です。今回は、本番なので、スリースターズも踏ん取ります。お約束のエデンをドローです。王道のマイティガードだな。あー、いいですねー。オーラも出ました。あとはメルトンを使えば完璧だな。あー、いけません。スコーンさんが踏ん取りに失敗しました。グラビジェも食らってしまいました。予定を変更します。スコーンのもったりがバレてから、どうもキレがなくなったな。気のせいか。おい、また変なの見えたぞ。さあ、始まりますよ。無限速射弾か。この前と同じじゃねえか。スコールさんのせいで、タイミングが狂いましたからね。無限速射弾が中断してしまいました。これには、アーバインも真っ赤になって怒ってます。真っ赤になってるな。さあ、こっから行きますよ。無限速射弾が、どちらかが、やられるまで発射しますからね。強すぎです。まあ、確かに無限ショットだな。アイテムも使わんし。やりました。初期レベルで、アルテマウェポンを倒しました。初期レベルだから、できるんだろ。どうせならレベル100の、アルテマウェポンにしとけよ。作業してたから、無理だったんだ。じゃあない。レベル100でステータス感との、アルテマウェポンの動画は誰かが作るでしょ。いやぁ、さすがにやらんでしょ。エデンをゲットしてからが、FF8 だぞ。エデンをゲットしたので、GF 能力薬生成を覚えさせます。固定 L のウィルを2匹倒しました。サボテンダーでよくないか。サボテンダーは食べるの失敗すると、経験値が1入ってしまいます。GF 能力薬生成を覚えました。準備できたな。では、早速、GF 能力薬生成で、運のカンストを見てみます。見るだけかい。ダークマター1個でアルテマ100個です。ちまちまドローするのが無意味だな。強制トライフェイスをやらなかった人は、しょうがないですね。他にもロゼッタ石にも変換できますしね。いや、でもあの作業はアホになるぞ。メーカーがせっかく用意してくれたイベントなので、やらないわけにはいきません。価格にも含まれています。いやー、耐えられなくて、逆に金払うんじゃないか。これが FF8 なんです。あまたのやりこみプレイヤーをへし折ってきたんです。1% ドロップやメタンで、100個集めてくださいね。100個持ってきたら1個交換してやるぞ。運値を110まで上げると、255の数値を見ることができます。見るだけかい。110になりましたので、早速見てみましょう。運50とアルテマジャンクションで、255の数値を見ることができます。見るだけかい。見たのでリセットします。
あの作業は何だったんだ。この素材は最後まで取っておけば、オメガで遊べますね。では、本題の初期カードでの、CC 断撃波を進めていきます。初期カードとか、お前以外に興味ないぞ。まあ、始めちゃったんでしょうがないですし、見る人いなくてもしょうがないですね。エリアルールだけの初期カード攻略に失敗したし、全く価値がないな。それに、間違ってみた人も意味不明だからな。アルテミシア様にお願いして、セイムとプラスを追加しました。早速、ホテルマンで試してみます。ホテルマンは札が強いので先送りしています。カードの性能差が、戦力の決定的差でないことを教えてやる。持ち札が4と5だけなので、逆に強いです。ホテルマンのカードは化け物か。ルールは利用の基本パターンでいきます。いや、そのパターンを教えてもらってないぞ。今回は説明あるんだろうな。魚とトカゲはお約束です。あっと、中央に置かれてしまいました。フンゴーンを強すぎ。マジか。ホテルマンに勝利しました。パンデモニウムを再ゲットです。再ゲットって。セーブデータをどこかで間違えましたね。やっちゃった後ですので再録です。CC ダンジャックです。このフロアで15回戦ってると、挑戦権が与えられます。見た通り、6回やられてますね。強いのか。ここまでがオープンだけで勝てる限界でしたね。ルールは利用の基本パターンですね。いや、もう何も言うまい。この置き方で、いずれ勝てますからね。取られてもレア1だし。ガルバディアかドールで、レア1だけ回収できますからね。おい、全部取られたぞ。大丈夫です。まだフンゴーンゴが残ってます。決まりました。まぐれだろ。中央に置かれちゃうと、結構やばいんですけどね。CC ダンジョーカーです。一度、リバイアさんを取り上げた後は、覚醒します。このルールだと CC ダンで一番強いです。取られた札数が、えぐいな。取られた分を、100枚まで回収に行ってるんで、負けたくないですね。こいつは、ルールは利用の基本パターンが通用しません。なんでだ。覚醒後は、パワーで押されちゃいますね。セイムとプラスなんてお構いなしです。それを真ん中に置いちゃうか。こうなると、まずいですね。もうセイムとプラスが作れませんね。強行します。お前の強行は長いからな。長いぞ。コンピューターが処理中です。GF のカードはすぐに出してくれないんだ。10戦に1回なんだ。長すぎだろ、諦めろん。コンピューターが当たりを見つけました。無理だろ。右に強い札がなくなったぞ。いけるか。まぐれ臭いが、なんとかなった。今回は、相手の札が弱いので勝てただけですね。やっぱり、まぐれじゃねえか。CC ダンクラブです。前回、オープンルールだけでへし折られました。ここからアルゴリズムが多分変わります。8回負けてますね。強いのか。ルールは利用の基本パターンでいずれ勝てます。へえ。まずは、捨て札のゲイラです。これを取るのか取らないかで変わってきますね。魚とトカゲはお約束です。勝てるか勝てないかは、こっからですね。最強フンゴーンゴは最後まで残したいですね。なんで最強なんだ。5と3がいいですね。1と1でセイムも取れますし。
水面以上作りやすいですね。全部やられたぞ。まだだ、まだ終わらんよ。あー、いいですね。まぐれだろ。前回の雪辱を晴らせました。この分なら、CC 弾壊滅までいけそうです。 CC 弾ダイヤです。ここからレアナナの札を使いますが、思考は一緒だと思います。ダイヤ戦は、無傷でしたね。リセットしまくったろ。セーブポイントが遠いんだ。それやってるとアホになるんだわ。後手番なのでヤバいですね。あんなところに置かれたらヤバいです。強行します。諦めろん。長いぞ。仕方がないんです。8ビットコンピューターのロートルなんです。ガルガンチュアの上の5でセイム取るための経路を探索中です。魚は中央で、トカゲは左下は決まりなんで、その先を計算中です。いやー、長すぎだろ。離脱されるぞ。仕方がないんです。パターンから外れると盤面は無限の宇宙なんです。よし、それそこ、いいですねー。さあ、トカゲです。決まりました。そこ置いちゃダメですよ。はまりました。まぐれだろ。いけてるよな。知らんわ。あー、いいですねー。まぐれだろ。勝てたいが取れれば、何でもいいんです。 CC 弾スペードです。ダイヤの札違いですね。レア6と7がいっぱいでなければなんとかなります。一回やられてますね。いや、リセットだろ。お前はそういうやつだ。先手番なんで、ルールありの基本パターンですね。あー、いいですね。そこ置くとレッドマウスで取れます。魚とトカゲはお約束です。レッドマウス置くところ塞がれました。あー、いいですね。いけるんか。最強フンゴウンゴは最後まで取っておきたいですね。強い札に見えないんだが。この組み合わせだと切り札ですね。あー、いいですね。決まりました。絶対まぐれだろ。リセットしまくってやがる。では初期カードでのルールありの基本パターンを見ていきます。いや、多分需要ないぞ。ハート様と先生で見ていきましょう。いや、興味あるやついないって。せっかく研究したんで発表したっていいじゃないか。いいけど、もうみんな離脱しとるぞ。先手番は、上段中央にゲイラを置きます。上段右と中央に置かれなければ、魚を中段右に置けます。これで2面待ちです。もう1面作るために、トカゲを下段中央に置きます。あとは、フンゴウンゴをどこに置くかで、勝負が決まります。最後に右下に置いてコンボが出るのが理想ですね。いや、まぐれだ。これで戦ってれば、いずれ勝てますね。問題はレア札の時に勝てるかです。嘘くせえな。何回もやっただろ。騙されんぞ。では、ハート様を攻略していきます。GF 札は、10回に1回くらいしか出しません。見た通り、9回やられてますね。いや、まだ、リセットの可能性が。あとは、手順通りに置けるかですね。聞いてないだろ。魚を置けました。相手の札と合わせて3面待ちですね。次をどこに置くかで勝負が決まります。強行します。
もう、視聴者はとっくに離脱しとるから、問題ないわ。今回の長考は長いですよ。いや、短い時のにしとけよ。長すぎるだろ。仕方がないんです。名人じゃないんです。庶民なんです。今回はトカゲを勝負札にするみたいですね。いやー長すぎるわ。残念ですが、あと半分考えますね。思い切っておけやー。改めて見ると長いですねー。ハート様も強行するんです。カーバンクルもすぐ出さないので、何回もやりたくないんです。さては、まぐれだろ。いやー、まだ持ちませんね。取り直した方が良かったか。こういう時もあるのでしょうがないか。いやー無理だろ。絶対離脱だわ。ようやく計算が終わったようですね。いい加減、長いわー。物好きしか見ないぞ。さあ、落ちましたよ。こっから一気に行きますよ。嘘くせえな。全部やられたぞ。これで負けてたら怒られるぞ。なんとか勝てました。いや、まぐれだろ。さすがに、これは長すぎましたね。キスティス先生です。猫に襲ってくる先生は弱いので、ブリッジにいる覚醒後と戦います。見た通り、8回やられてますね。強さに違いがあるのか。猫に襲う方は札が弱いですね。ちょっと、相手の札が強すぎますね。おっと、今回は、変則で行くようです。適当だろ。ギルガメッシュは左上固定ですね。魚とトカゲはお約束です。おっと、そんなところに置いてしまいました。こちらに真ん中に置かせたいみたいですね。真ん中に置いたら負けですね。コンピューターが計算中です。また、長いのか。まあ、レッドマウスをそこですね。全部取られたぞ。取られちゃいましたね。これは、負けましたね。時間の無駄だわ。この後、先生が謎配置をするので、この絵にしました。そういうの言って、短いのにしろ。おっと、そっち置くか。これは、謎ですね。理解できない勝利ですね。いやー長いの見せつけられたわ。悪の組織、CC 団は壊滅しました。バラム地方に平和が訪れました。お時間になりました。あー時間か。また無限に UFO やってんのか。次までに終わるかな。あと16時間分残ってんだ。失敗だな。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッとな押していただけると、大変喜びます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。